すごく恥ずかしいです。職場に熱中症と脱水で呼ばれまして、あんた何してんのってびっくりされました。言えねえって言いました。俺は言えねえって、それだけは言えねえって言いました。俺は言えねえって、何をしてたのかは言えねえって何をしてたのか言えねえって俺は断固拒否しましたが、なんで自分の勤めてる病院に入院できたら救急車の中であそこの病院に向かってくださいって上ごとのように言ってたからえ、めんどくせえじゃん。だって他の病院に入院してさ、わざわざ職場に連絡してさ、なんか嘘くせえじゃん。本当に救急車で運び込まれたらさ、ガチじゃん。連絡しなくていいじゃん。上ごとのように、あの、自分の病院の名前を囁いて、無事。笑ってたよ。なんでそこなんですか、かかりつけなんですかって。俺働いてます、そこで。って。やりとりがありました、救急隊との。俺はそこで働いてるんだよって。ER の市長さんびっくりしたからね。って何してんのって言われた。意識朦朧とする中で私は受け答えしました。まあね、でもね、明日には本当に、帰れると思うんで、本当すいませんでしたね。やっぱりね、いろいろあってね、病院、最近夜勤とか全然してなかったから、なんかその、夜の病院ってさ、いろんなことが起きるなと思ったことがあって、私、二人部屋なんですよ。二人部屋の、まあ、一応半個室みたいなところにね、収容されてるんだけど、隣にね、91歳のお金持ちのおじいちゃんがいるのね。独居のね。で、俺すごい、男性ってすごいなと思ったのがあって、91歳にもなってね、91歳にもなるのに、自慰行為してんのよ、おじいちゃん。トイレで奥さんの写真見ながらオナニーしてんの。それ見た瞬間、やっぱり男の、それ行動力の源ってやっぱ、性欲なんだなっていうのを再確認したね。91歳のさ、頭ボケてるじいちゃんがさ、自分の奥さんを置かずにオナニーしてんだよ。すごくない？ネタじゃねえぞ。男性ってね、死ぬまで本当にね、そういう性欲ってなくならないんだなって本当思ったね。その人ね、有名な痴漢おじいちゃんみたいな感じで、本当にね、その看護師さんのお尻とかバンバン触ってるらしいの。俺もそうならないように。で、ボケたら本性出るじゃん、多分。本性出ちゃうでしょ。それがちょっとね、私自身も。で、まあね、可愛いじゃん。じじいとかになったらさ、それセクハラとかしても、まあ可愛いもんじゃん。可愛いもんだ、もんじゃん。なんでしてるって分かったの？なんかその俺の知り合いの市長さんが言ってたから。隣でなんか、あの人 G 行為してるんですよって。教えてくれた。そいつなんで金持ちなの？なんかよく分かんない。その理由は分かんないけど。お金持ちなんだよ、多分。じゃなきゃ個室にずーっと長いこと入ってられなくない？ 91 歳で勃起するもんなの。いや、だからそこまで見てないけど、オナニーをちゃんとしてるらしいよ。仙人だよな、やってることが。俺もなんか、ちゃんとそういう機能を失わずに朽ちていきたいね。しっかり看護師のケツ触って抜くのは奥さん、看護師のケツ触ってても抜くのは奥さんあったけど、なんかね、愛を感じるよね。お前もトイレでしてんだ。俺ね、布団の上でしてる。堂々と監視カメラがないことをいいことにね、私は布団の上で朝昼晩と3回オナニーしてます。ちゃんとバレないようにね。おい、明日の動画何時で上げるかだけ教えてくれ。別に適当で、明日の動画ほんとクソ動画だよ、マジで。上げたくねえよ上げたくねえけどとりあえず形としてな、形として勝負しなきゃいけないんで形としてなんか時間適当にあげるわ。編集が終わり次第あげようと思います。3分ぐらいの動画だから3分ぐらいの動画になれてたんで、うん、よろしくお願いします。